さあ皆さん、方角見てみたいと思います。今日の長文の全体像はこちら。まずは括弧一番定番の内容1問題、あの例のものでございます。で、今日の長文8段落あるんですが、そのうちの前半の3つ行ってみたいと思います。で、これは皆様からのリクエスト多いものでございますので、最後までご覧くださいね。そしてその段落に伴って5位問題2問ついておりますので、これもやりますね。そして最後、注意点でございます。皆さん、ワッサンの過去問はですね、まあ他の大学に比べちょっと文字がですね小さいことはご容赦ください。ということで一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、第1段落でございます。まずは説問の指示の一読をお願いします。で、皆さん、選択肢はこの後ご覧いただきますね。さあ皆さん、こちら選択肢でございます。で、合計13本あるんですが、まあさすがにちょっと画面上全部は収まりきらないので、まずは選択肢5つ、この中から第1段落の内容と合致するものですね、一読していただいて決めていただけるとよろしいかと思います。ではお願いします。さあ皆さん、まず深刻な問題があったと書いてますね。で、それは具体的に何なのかということですが、飛行機をコントロールできなかったんですね。まあ制御できなかった。で、皆さん、原因を皆さん人間のせいにしてたんですね。つまり人的ミス。ただ皆さん、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、at first。皆さん、これがあったらなんかピンときますよね。そうです。最初はうにゃうにゃだったんですが、で、後で変わるんですね。つまり最初は人的ミスって言ってたんですが、で、皆さん、この辺でわかるかと思いますが、パイロットの技術、それが問題の原因ではなかったんですね。つまり人的ミスではない。やかといって、飛行機そのもののエラーかと言われたらそうでもなさそうなんですね。つまり飛行機と人間、両方ともに責任があるわけじゃないんですね。じゃあ一体何なのかというところで次の段落に行くんですが、ここまで来たら皆さん選択肢選べそうですね。そうです。皆さん、選択肢の E がいけそうですね。皆さん、面倒な問題、厄介な問題。これは皆さん、serious problem ということで言い換え可能ですね。で、皆さん、こちらですね。initial suspicions。最初の疑い。つまり人的ミスじゃなかったのって言ってたらそうではなさそうなんですね。で、皆さん、こちら文末でいいかと思いますが、off the mark。的外れでした。そうです。人的ミスだと思っていたら全く別の問題だったんですね。まあ、それが的外れという表現で言い換えられております。ですから正解は E ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての問題でございます。まずは説問の指示の一読をお願いいたします。さあ皆さん、こちら問いの1番でございますが、下線部これですからね、この下線部の前後を一読していただいて検討をお願いします。さあ皆さん、話の流れは先ほど確認した通りでございます。まあやっぱりこれがヒントですよね。 at first、最初は人的ミス。で、ちゃんと皆さん、このあたりエンジニアーズということで、皆さん、整備士さんもですね、全く飛行機に欠陥がないと。これは人間が悪いんだ。って思ってた一方、じゃあ、当のパイロットはどうなのか。というと、本人たちも自分たちの技術が、いやー、問題ではないと思うよって思ってるんでしょうね。ですから、エンジニアの方々とパイロットの方々で意見が食い違っていると。ですから選択肢の A。まあ、certain は確かなということですが、皆さん意見が違ってるわけですから、確かではないですよね。そして皆さん、選択肢の B は ING で終わってますよね。皆さん、これ下線部の主語、pilots、人間でございますので、感情を抱く人間が主語になっている場合は、過去分詞にしなければならなかったですね。そして選択肢の C も curious、好奇心が強い。これ意見違ってるだけでございますので、好奇心の問題ではなさそうですね。そして選択肢の D をすっ飛ばして選択肢の E。皆さん、suspect は think と同じですよね。ですから、これを選んでしまうと、パイロットはですね、エンジニアの人たちの意見にですね、同意してしまうことになってしまいます。まあ、エンジニアの方々の意見もそうだねって思ってるんですね。ですが、今回は意見が違ってるわけですから、選択肢の D が正解ですね。puzzle ということですから、困惑、当惑してるんですね。つまりエンジニアの方々はこう言うけども、パイロットはパイロットですね。いやいやいや、そうではないですよって言ってるわけですから、意見の食い違いからパズル、これで問題ないかと思います。さあ皆さん、続いて第2段落でございます。選択肢こちらから検討をお願いします。さあ皆さん、話は1926年に遡ってますよね。で、皆さん、その年に軍隊が初めてコックピットをデザインいたしました。で、皆さん、設計はしてるんですが、コックピットのディメンションズ、寸法をスタンダライズ、標準化してるんですね。つまり平均値を取ったわけです。で、皆さん、その平均値を次の30年間、
皆さん、段落一番最後にその1926年に撮ったパイロットの寸法ですよね。平均値を使うことになった。そういう話をしている選択肢が見つかってますね。そうです。選択肢の D のこの辺りですね。最初のデザインと書いております。そしてこの辺りも平均の話をしてますよね。で、そういう考え方が長年支配していたんですね。ですから皆さん、この防線部のところと防線部。で、皆さん、波線部と波線部。言い換え可能でございますので、選択肢の D が正解ということでよろしいかと思います。サムさん、ちょっと第三段落見えておりますが、次に解いていただきたいのはこちらでございます。皆さん、単語熟語の問題ですので、皆さん選択肢こちらですよね。正しいものを一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。サムさん、下線部コンフォームということですが、従う、今回は1926年のパイロットの寸法に従う、一致させるんでしょうね。つまりぴったりにすると。で、それを言ってる選択肢と言われて、まずは選択肢の A、コレクトは訂正するという意味ですね。で、選択肢の B は主張する。で、選択肢の C は計測する。選択肢の D は追跡するとなってくると、正解は E ですよね。合わせるんでしょうね。つまり一致ということでぴったりでございます。ですから正解は E ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて第3段落でございます。こちらの選択肢の中から一つ選んでいただきましょう。サムさん、段落1行目でよろしいかと思いますが、1926年以来ですね、パイロットの体が大きくなったのか、そう思って2行目、3行目というところで測り始めるんですね。で、もちろん計測し直すことで improved、数字の改善が見られるんでしょうね。もちろんそれは平均的なパイロット。で、皆さん、その数値をもとにデザインしたら、皆さん、よりフィットしたコックピット、こういうものにつながるんじゃなかろうか。で、皆さん、事故衝突なんかも減るんじゃなかろうか。で、皆さん、それをほとんど全員が信じきってたんですね。ですが、段落の一番最後、こちらですよね。一人の新しく採用された23歳の科学者。その科学者だけがダウツ、疑いの目で見てたんですね。そうです。この一人の科学者とほとんど全員、この対比関係を示す選択肢が見つかってますよね。そうです。選択肢の G のこちら。ほとんどの研究者たち。そしてたった一人の例外。それがこの新しい科学者のことですね。で、その対比が記載されておりますので、正解は G ということでよろしいかと思います。で、皆さん、ちなみに選択肢の G の一番最後ですね。コックピットの改善につながる話。これが皆さん、このあたりと合致してますよね。そのあたりも問題ないかと思います。さあ、皆さん、お疲れ様でございました。タイトル、皆さんご覧くださいね。説明のヒントになりやすい箇所、それ皆さん以前からお話はさせていただいてるんですが、改めて振り返ってみたいと思います。さあ、皆さん、第一段落ですね。内容的には飛行機の制御不能の原因で、先ほどの解説の部分でお伝えした通り、 at first、 皆さん、これがあったら後で変化しますよ、つまり違う状況になりますよというサインでございます。で、皆さん、現にですね、軍とかエンジニアの方々はこれですね、人的ミスだとおっしゃってたんですが、操縦してるパイロット本人たちはですね、バッフォー、いや、そうでもなさそうだけどなということで意見が違ってるんですね。で、そういうことを一般的に対比と呼んでおります。そして第2段落でございますが、1926年当時、これの原因を探るべくスタンダライズ、コックピットの規格化を目指したんですね。で、これで OK かなと思うんですが、第3段落、1950年に入って、皆さん全員が信じたこと、改善するのでこれで良くなるんじゃなかろうかということですね。ですから、昔のものと最新の状況ですね。ここにも対比の関係が出現してるんですね。そして全員が、これはいいなと思っているところ、ある人に科学者が疑いを持ってたんですね。で、この科学者のお話がこの後続くんですが、皆さん見ての通り、対比の関係がやっぱり絡んでるんですね。ですから、皆さんが今後試験中に出くわすであろう文章、もしくはそこで説問を解く際にですね、やっぱりこういう対比がヒントになってくれますので、意識しておくとプラスに働くかと思います。もちろんこういう話は今日の法学部だけじゃなくてですね、今後も逐一お話をしていきますので、ぜひ皆さんの方でも意識して練習してくださいね。ということで、今日も頑張ってください。